あ、先通知も20やったで、お前。いやー、今日もですね、ねえ、すずさん、何があったの？あ、じゃあ何かあった？どうした？言わんすこれ。うわー言うてから後で言うか。僕簡単に言うて今じゃ。本名出ました。僕なんかした？今日の動画です。あ、ごめん。ごめん。言ったごめん。ほんまごめん。多分僕編集ミスでそこだけピー入れてへんから。え、けどあれが本名とは限らませんから。無理あるやろ。無理あるピーされるからって言って、あ、もう本名とかでやんとこな。人になすりつけて。違う違う違う、ピー何も入れずにそのまま出したってこと。うん。じゃあもうやりとりがもう全部聞こえてるってこと。うん。ガチ。おどんなことある。そんなな、そんなことないよ。ピーすぐ言わんなんてな。ドッキリ、みんなが言うってドッキリしてるの。じゃあやろうぜ、城之内くん。翔太郎、翔太郎、翔太郎、ゴジラ。お前全然言ってる。お前ほんまごめん。これ全然聞こえてるな。もう一回聞こう。違うよな、これ。お母さんこの名前小次郎ってつけてるの。今まで全公開。ゼロップスやな。和光は小次郎やで。そうやですよね。無理やで。危なについてどう思われる。翔太郎、小次郎、小次郎。もともとダー好きやったよ。ダー好きやったんちゃうよ。ピー入れよう思って入れてて、入れてたの。入れてへんわ。入れてないんかい。こうすずってなんで言ってるかっていうと、まずお母さんがもう家で叫ぶから、もうその名前にしようっていうのが僕最初だった。うちのファンはほんまに賢いと思って。優しいから、うちの市長さんがね、優しいからね。じゃあ俺年齢非公開でいこうか。いやいやいや、むずむずむず。はい。さあ、うん、昨日の夜考えて、昨日の夜考えて考えたわけよ。俺受けたいかしら。世界中から受けたい。すずがお前な、あんちゃんの本名バラしちゃったよな。だからいや、もうこれ逆に日本のトレンド乗っしょっからって。お母さんがやったドラップカードオープン。残念だったな、お母さん。朝8時にさ起きたら、候補名がツイッターにトレンドで入ってる。御所が投稿したらみんなで投稿しよう。かわいそうだからネタにしてあげよう。ああ、明日の朝が楽しみだな。明日弟の本名がトレンドに乗るといい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 な。昨日の夜、ハッシュタグ小次郎救いたいと、みんなのおかげで日本のトレンドに乗りました。ということで終わったよ。いや、終わったよ。役目は果たしたってこと。ってことは役目は果たしたってこと。ってことは日本中にコウさんの名前が知り渡ってるってこと。最低なありすぎる。じゃあここはもうお笑いに変えてあげなあかんねん。100人に知られてるんやったら70万人に知られた方がいいよ。70万人どんだけの規模か知ってる。70人に知られてんやったらな、100万人に知られた方が面白い。くくってんねん俺。逆され、ほんま優しい兄やと思いません？それでするんやったら感じがヒーローすぎる。ほんまに優しい、ほんまに優しい兄ちゃん。コウさん、コウさん、コウさん、通知来まくってるやんお前。あ、先通知も20やったで、お前。ハッシュタグこれ小次郎救いたいという謎の話の時楽しませてもらいました。ほら、本当にすみません。ちょ、何してん。エグいって。違う、見て見て。本当にありがとう、こんな遊んでくれてやった。俺はこんな弟を持って、弟を持って本当に幸せです。これからもたくさん幸せもね、大好きです。俺死ぬんか。ハッシュタグ小次郎救いたい。死ぬんかこれ。どうしよう、俺死ぬ。かわいそうやから。お兄ちゃん
ゃ泣くなよ。まだ言ってる。ちょっと待って、まだバレないよ。ちょっとこれ、もう匂いに乗せた方がいいかなと思って。えっぜこう、スーさん、ちょっとラブレター送った？何でしょ、ちょっと今から考える。東京でお会いできたらしいしな。写真集の話から。でお会いできたらしい。でお会いできたらしい。コウジロウを救いたいってみた。コックワールドも鋭いツッコミ、面白い。これからも応援してます。ハッシュタグコウジロウを救いたい。よかったな、コウさん。よかったな、お前。お前よかったな。何、救われてんだよ。10%オフにする？商品売ってないよな。おいで。あ、煽りに来て。煽ってるやん、もう。えって、もうえぐい。お前えぐい。え？コウさんがこんなに愛する。ほら、おならも喜んでる。いい感じで。まださ、言わんでよかったやん。まだみんななんかそんな危ぶえやったやん。すずがバランスしちゃったから。危ぶややったやん。もうやっぱ日本のみんなに知ってもらいたい。お前がいい。歌詞動画。歌詞動画。歌詞動画来たんやけど。ちょっとエモい感じだ、お前。本名載せられてるぞ。眠いしも、嬉しいな、こんな愛されて。今日だけはさ、唯一バレしたくなかった。おどばがやら、おどばがやら、お尻で語る野郎が言ってんから。はい、口より今、お尻とか喋ってるよ今。こんなにいっぱい優しいアンチの方で救われることを願ってます。コウジロウを救いたい。コウジロウも、いやもう救われてないよこれで。いや俺も救われてないよ別に。よし、コウジロウ何があったのと思う。俺が知りたい。煽りに来てんやん。俺煽りに来てん。コウジロウを救いたい。それいらんねんって。でもそんな呼ばれへんから。ありがとう言うならものせやんでくれ。ありがとう。お母さんよかったっすね。お母さん、今日本のトレンドの男がここにいらっしゃいますよ。お母さん、日本の名前変える？変えよう。戸籍、税務署行こう。戸籍、税務署では変えられん。税務署では変えられん。市役所でも変えられん。何の名前しますよ。まあ、それだけ言っちゃいましょう。ピーしとくか。これはピーしとく。次あんちゃん、ピーしてくれんの？あんちゃん、ピーしとく。今日は今日俺がピーしとく。無理やもう。無理や。みことか。俺みことにするわ。みことか。じゃあ今 B やけど大丈夫？そんな。ああ編集ミスった。編集と同時進行。編集ミスった。皆さんね、コウジロウって名前かっこいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録してくれて嬉しいなと思います。コウジロウちょっとフルってことは、あれスズじゃん。あれはサブロー説あります。それはあっ、ちゃんと入れれるから。いや、ほんまに入れてな。ウソ、ちゃんと入れるから。お兄ちゃん信じてない。信じて、お前のストーリーが続いていく。ということで、皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。市役所行こう、お母さん。次に何がある？何がある？何もない。なんかあるっしょ。